こんにちは。少子高齢化についてやっていきましょう。まずは少子高齢化とはについてです。日本は現在、高齢者の割合が多く、子供の割合が少ない少子高齢化が進んでいます。働くことと子育てとの両立の難しさや、結婚年齢の高まりなどによる、合計特殊出生率の減少があるんです。 そしてこれらが少子化を引き起こす一方で医療や福祉の充実により人々の平均寿命が伸びたことで高齢化も進んでいっておりますこのように子供たちの割合が減ってきて高齢者の割合が増えてきているような少子高齢化が進んでいっている社会のことを少子高齢社会と言います 21世紀の半ばには日本の人口の約40%が65歳以上の高齢者になると予想されているんですまた2005年からは死亡数が出生数を上回り人口の減少が始まっているんですこちらは日本の人口ピラミッドの変遷です1950年の頃は山のような形になっており 子供の割合が多かったんですが、そこから現在では子供の割合よりも高齢者の方の割合の方が多くなってきており、2050年にはこのように壺のような形になるということが予想されております。そして右側の資料は合計特殊出生率についてです。日本はかなり世界と比べても低いところに位置しており、 人口はどんどんと減ってきているということもここから分かっていくんです続いて多様化する家族の形についてです社会の変化とともに家族の形も多様化しています家族は祖父母親子供の3世代世帯からその割合がどんどんと低下してきており現在では親子供もしくは 夫婦だけの核家族世帯の割合が高まりました近年は一人暮らしの単独世帯の割合も高まっておりますまた、共働きの世帯や高齢者だけの世帯が増えたことで育児や介護を家族だけで担うことが難しくなっていますこうした世帯には地域社会での関係が重要です 育児に不安やストレスを感じている人への援助や一人暮らしの高齢者への声かけや見守りなど地域に生活する人々を地域社会全体で支える仕組みづくりが求められております災害などの緊急時に互いに助け合う仕組みづくりもますます重要になっています続いて少子高齢社会の課題についてです 誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには社会保障の充実が必要です。子どもを産んで育てやすいように保育所を整備したり高齢者が安心して暮らせるように介護サービスを整備したりするなど国や地方が支援をさらに充実させることが求められています。しかしその一方でそのために必要になる費用をどのように確保するかが 大きなな課題になっています少子高齢化が進むと高齢者の生活を支える公的年金や医療介護などの社会保障に必要な費用が増加します。それに対してこうした制度を充実させるための費用を負担する働いて収入を得ている生産年齢人口が減少していけば 経済的なな負担が次第に重くなっていきますこのように負担の増加と社会保障の充実との両立をどのようにさせていくかということが切実なな課題となっています昔は高齢者の割合が少なく生産年齢人口の割合が多かったため一人の高齢者を支えるのはみんなで協力をして費用を みんなで集めておりましたそうして年金だったり社会保障を充実させていたんですが高齢者の割合が増え生産年齢人口が減少していくことで一人の高齢者を支える負担がどんどんんと重くなってきてきいます2050年には一人が一人の高齢者を支えるほどのお金を負担しなければいけないと言われているほどです。 どのようにしてこの2つの矛盾を解決していくのかということを、様々考えなければいけません。今回は以上です。お疲れ様でした。